皆さん、明けましておめでとうございます。日本共産党の岡山市議会議員、田中希美です。今年はうさぎ年、私もうさぎ年で年女です。4月の統一選挙では4期目に挑戦をいたします。大きなジャンプができる年にしたいと思っています。さて皆さん、またコロナが増えてきて、そして物価高騰、先の見えない物価高騰では本当に電気代も大変です。そんな中で、大軍拡、大増税は本当にやめてほしいと思います。子どもたちを取り巻く環境もとっても複雑で、今、不登校の児童生徒は過去最高だそうです。また、学費や、塾の代金も過去最高だと報道がありました。まあ、そんな中で、今こそ、やっぱり暮らし、最優先、福祉最優先の姿勢への